もうお前に限って怖いなんてこと絶対言わねえか、うん、これが怖くて YouTube が務まるかって話だもんな。シーサーなんか転んでる、うん、名前つけるか、誰かいるよ。本当だ。何しよっか。え、本当だ。いる。いる。生きた人間？生きてるわけねえだろ。なんだブラックティーだ。これで生きた人間こんぐらい入れてたら本当ブラックだって。え、チンチンついてっかな。何見るの？え？パパ何か見たよ。何か。これ？うん、進撃の巨人みたいだな。動いたりしてな。動いたら壊せる。え？電動で動くかもよ。これ人間。5センチ。トタコに出てきそうだな。あ、オラ人形があったんだ、うん、名前書くか。誰の名前書く？お前なんか俺の名前書きたいんじゃねえのか。パパとか言ってシナ。うん、じゃあ俺なんて書こうかな。お前シベリアのハスキーとか書かねえだろうな。シベリア。お、なんだあのカメラ。え？このモニターは何だ？え、これ上がっていいとこ？書いてないもんね。触るなしか書いてない。あ、俺が映った。どこに、あ、あの上かカメラ。どこにいるかな。どこだ、どこだ。あ、なんもない。あ、ち。ちどまる。まだ。ちどまる。上から音声が聞こえるんだね。あ、うん。なんか言ってる。これ何かな。どっかのお化け屋敷かな。新潟市？撮影セットかなんか。なんだろうね、よくわかんないんで。
入っていてこんなのあんだろうけどね。え？バズるよね。ここがあったら。ああ、ちょっと近いけど。でも俺が全てブラジャーが吊るしちゃうっていうもう意味がわからないもんね。いいダメだよ。顔はめる。ポメちゃん顔はめてみる？顔はめる。ここ、うん。富士山とかに。あ、この顔、うん、ドクロを顔にはめてみる。いやいや、かぶる。なんかいる、なんかいる。向こう貞子がいる。お金を払ったし、しかも思ったにお金がかかったと。いや4000円ぐらい。もしいや入場料とここ側の料金がまた別になってて、建物に入るのは無料だけど、うん、無料っていうかほとんど割引になったけど、ここの施設はホラー店は別料金で、あそう1人900円。で3600円かかってしまった。でもここまで来たらもう後には引けず。うん。いやでもまあ入場料が無料割引になっただけでもね、儲けもんだからね。ポジティブに考えなきゃ。うん？入っていいの？プロだな。あ、ここから見ると虫が出てきた。そう。あ、プロジェクトマッピングか。虫がバサーって。うわー、G だ。G がいる。G がいっぱいだ。ほら、ほらってこう違うものになってるよね。本当だ。うん？びっくりした。開くぐらいですか？開いたね。しかも誰かいたね。あれ、こっちもしますよ。出た、出た。うわ、出た、出た。ギロチンみてえだな。
壊れた壊れた。これまでよく、もういいか。カメラがある。うん。お、それが。あ、これ開くのかな？多分。あっち側なんか見えるとしたら。反対側の人だからびっくりする。お、小池くんが倒れてる。小池くんがいる。あ、本当だ。小池、小池。これが動いたらびっくりだよな。うん。